長谷部コーチ就任の裏側。現場からの要望があった。JFA は長谷部氏が、コーチングスタッフとして入閣するサプライズも発表。ナショナルチームダイレクターの山本正邦氏は、この人選について、入閣については現場からの要望がありました。ただ、長谷部氏はフランクフルトのコーチですので、そちらと契約の詳細な詰めをする必要があります。現役を辞めた後で、いろいろな準備をして形が整い、今回の代表期間は来てもらえることになりました、と説明している。フランクフルトとの関係について山本 NTD は、交渉で好意的なコメントをいただいており、長谷部コーチや日本のサポートをしたいとの申し出もあったので、ウィンウィンの関係で実現しました、と良好な関係であると明かしつつ、2026年まで長谷部氏をコーチに据えた状態を続けたいと述べている。森保はじめ監督も長谷部氏のコーチ入閣について触れ、長谷部コーチを招集する件について、私自身が、業界の皆さんにお願いしたことは先ほどの通りです。世界を目指して戦う中で、今のスタッフでも、確実に前進できると考えていますが、彼の持っている欧州での経験は間違いなく刺激になり、前進するため必要だとみんなで話し合って決めました。とコメント、長谷部氏自身にも直接会って、お願いをしたり、電話でいろいろなやり取りをしたりしながら、私自身の招集への思いを伝えさせていただきました。と敬意を明かしている。海外では選手を引退して何年後かに監督として、名前を聞くとか普通にあるもんね。シャビアロンソに負けてらんねえ。日本に長谷部誠がいる。今後に期待しています。素晴らしい試みだと思います。お互いの良い変化に期待したいです。これは吉報、ゆくゆくは代表監督に、期待してます。いやー、長谷部には正直、森保から学ぶより、ドイツで指導者として学んでいて欲しかった。その方が将来の日本のため、応じるのは今回限りにして欲しいな。せっかく、世界を知る世代なのに、JFA に変に染まわないよう願うばかり。長谷部代表帯同は期間限定で、メインはフランクフルトでの指導者としての、キャリア優先だぞ。バカにされること多いけど、森保さんこういうところで日本のために、最優先に動けるのは良いと思う。普通の監督ならプライドが邪魔して、長谷部予防とわかりに思ったとしても言えない。カムダになんでいんの?とか言われそう。